よく来たな。なあ、
よく来たな。またどうぞ。
るわ。
第3632回田室町地下闘技場トーナメント、ここで優勝者のエキシビションデスマッチを行います。いいぞ、やれやれ、待ってました。青コーナーより挑戦者冴島大河の入場です。25年前、たった一人で敵対する組織に立ち向かい18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマン、裏切りと復讐の脱獄囚、冴島大河。赤コーナーよりチャンピオンの入場です。この男が闘技場に姿を現してから約半年間、百戦無敗、幾多の戦争をくぐり抜けた不死身の男、地下闘技場現チャンピオン、イワン・イブラヒモビッチ。この試合、特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。今ゴングです。
誰や今俺に一人増えても問題ない言うたやつは。お前か。お前か。お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな、こん中でほんまに人殺したやつがおるんか。こら、ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、人を殺すっちゅうはな、ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や。殴ったやつの頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいったやつの顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうねえ。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんねえ。毎日毎日怖い思いせなあかんねえ。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらん、こんな勝負は。俺は降りる。